78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。最近ですね、金玉さん話長いな。長やな。喋ってからやろうや。それは礼儀やわ。来てますよ。いやもう早速。逆にね、そこまでやったら、うん、はい、もうないよその上。喋ってない時からいじり出したら、まあまあ、やっぱピークよ。早く来てたんでね、ちょっと。うん、まあ、ご要望にお答えして、そういうツッコミは待ってたと思いますんでね、うん、まあまあそうですよね、はい、改めて、はい、まあ、じゃあ 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。やりにくいな。あのですね、ずっとやらせてくれないからねこっちはね。あのね、うん、最近このなんか職場の求人がなかなかうまくいかないという、はいはい、あの企業さんが増えてるんですって。なかなか人が集まってこないし、はい、集まっても定着しないみたいな、はいはい、でそういうお話を専門家の方にお伺いする機会があって、うん、まあ、なんでこんなことが起きてるのかと、はい、そしたら、まあ、あの企業はとりあえず人足りんからとりあえず呼ぶと、でそのなんというか企業風土に合ってない人材が来たり、うん、いろんなもう合ってない人が来るから、はい、もうすぐ辞めちゃうと、はいはいはい、でもともといる人も合わない人が来るから辞めちゃうみたいな、まあ、要は職場が統一感がなくなって荒れちゃうみたいなのがまあ大きな課題としてあるらしいんですよ。でなかなか人手が足りないみたいな。でまああのオリジンにふと目を向けてみれば、結構求人という面では最近調子ええなと。まああのこのラジオ出てくれました棒術やってる未来ちゃん入ってくれて、であのクラブで働いてるユーカーが入りまして、パリピ女が今ね、はい、入ってるんですよ。女性が2人入ったわけですよ。ええ、ほんでもうこれ情報公開解禁されたんで、もうここでちょっとお知らせしますけれども、すごいなこれは。はい、まだ1人オリジンに新人が入ったんですよ。クリア。新人と言っていいのか分かんないですけど、難しいですけどね。誰が入ったかと言いますと、うん、寿司かもなでおなじみサンサンズのキセさんが入ったんですよ。びっくり、びっくりでしょ。エモリです。深夜です。ちょっと大城さんがびっくりしすぎてボタンを押してまうという。そうですよね。でね、よく考えてみたらね、はい、今月すごいんすよ。もう未来ちゃん、はい、優香、キセさんでしょ、はいはい、キャラで言うたら、うん、某術パリピレジェンドなんですよ。そうですよね。すごい幅広い事務所になってきたの。ミスマッチではありますよね。でも、うん、求人のミスマッチというか古武道の方と、うん、はいはいはい、パリピの方と、はいはいはい、寿司かもんなの。で本当に、うん、オリジンの求人はなんて告知してるんですかね。なあ。ほんでまあ昨日キセさんがいらっしゃって、はい、稽古を見てたんですよ。まあ、自己紹介もしてみんなに。で、そのユーカ、うん、パリピのユーカがネタ見せをやってたのよ。はい、ネタも。パリピなのよ。まあね、パリピのネタですよね。ああ面白いよね。パリピのネタを見てるキセさんがおもろかったもん俺ちょっと。ですよね。何なんだって。最近のお笑いの何みたいな。いやですよ、すごいよね。まあでも、ああやっぱなんだろう、まあキセさんは非常にやっぱまたゼロからやりたいと。ああこのまま年を取っていくの嫌だと、はいはいはい、非常に熱い思いも語ってくれてね。えね、もっと丁寧に、うん、サンサンズと申します、はいはいはい、ニーニーズの弟分としてデビューしましたみたいな、うん、もう若い子、僕らでももうほぼ知らない、現役の時は知らない、ま、オリジンのいろんな、まあ、出来事を踏まえてなんとなくこんな人なんだなっていう、うん、まあ、オリジンアワーとか聞きながら、はいはいはい、まあ、輪郭はつかめてますけど、はい、まあでもちゃんと丁寧にゼロから やります、うん、何でもしますと、はいはい、オーディションからやりますと。そうなんですよね、まあ、僕らはでも、うん、いやいやいやと、うん、まあルールはルールですけど、はい、まあ功績もありますし、うん、ちょっとなかなか難しいよね。ミッキーさんが来たでしょ、うん、はい、ダーティービューティーの、うん、でオリジンを立ち上げた、はいはい、ヒープーさんの相方さんが来て、うん、ピ
人で再スタートしますと、ヒープーさんに追いつくためにね、この時も非常に難しかったんですけども、はい、また輪をかけて、あのね、ヒープー、またミッキーさんもちょっと先、この木瀬さんの地元の後輩なんですよね。そうなんですよね。だからまたこれが難しい、これ本当にね、はい、あのリーダーとしてね、はい、あの年上の先輩というのが非常にこれ難しくてですね、はいはいはい、まあやっぱりこう注意したりも、うん、というか、まあこうなってますよオリジンのルーラーみたいな。そうね。でミッキーさんが入ってきて、うん、やっと慣れてきたなと思ったら、みんながちょっとミッキーさんいじったりとか、うん、ミッキーさん稽古中寝てましたよねみたいな、うん、でまあやなんかやんわりね、いじり注意みたいな感じで慣れてきたところにですよね、うん、もう一回りでっかいおっさん来たから、うん、もうどうねまたね、はい、なんでこれ気使うおっさんばっかり入ってくんねんっていう。そうですよね、ところなんですけどね。でまたふとワニ先生に目をやると、うん、おじさんキャラかぶりを心配してる目をしてましたよね、うん、そうですよね、ああ3おじさんいるから、ね、ちょっと おじさんでいじられてたのに在庫方よ実力 SML みたいな。ベンビーさんがちょっと若くなりましたよね。いやそうやな。あの人のベンビーさんもなんかおじさん、誰がおじさんよみたいなやってたけど、ちょっと説得力なくなったというか、うん、若いよね。そうですね、見た目も若いし、あの人の本当に誰がおじさんよが封じられてしまったということが起きてますからね。こんなことあるんだね。ああ、いやだから寿司噛むんなと言われても、うん、寿司がまだ喉通らないですよね。緊張してねえ。いやまあね、でもやっぱりワニ先生っていうのは、はい、いやいや言うんですよ、うん、でもいかんせん実力がないもんだから、はい、あのなんというか弾けるというか、それをはい、はい、何言ってんねんって言えるんですよ、はいはい、みたいな。でもミッキーさんは、はい、そもそも人柄が可愛い人なんで、そうね、あの愛すべきおじさん、はい、みんな大好きだと思う。あミッキーさんいいですよ。だから大丈夫やなと思ってたんですけど、うん、キセさんに関しては今後どうなっていくのかと、はい、そうですよね。なんか話聞く感じだと、はいはい、結構ガンガン行くタイプみたいな。まあでも昨日ちょっと片鱗も見ましたよね。そう、片鱗見えて、見えた見えた。かつこれワニ先生みたいなこう おじさんならではの頑固さを持っていて、はいはい、ぐいぐい来るパターンで、うん、かつ実力もあった場合に、はい、オリジンのパワーバランスが難しいな、ね、俺ちょっと面白かったのがね、はい、ブーブーさんが一言ね、はい、俺目立てんくなるからやめようかなって言ってたんですよ。あでもまあでもブーブーさんあの求人の人が言ってたらことと一緒やと思って。ああそうですよね。そう、元いた人もちょっと変なするっていう、はいはい、あそうウッチーさんそうなんですよ、寿司カムンナの木瀬さんがねオリジンに入りまして、はい、もう確定事項だと思うんで、ライブ出るの、ライブに。そうですね、やっぱちゃんとだから、はい、まあ、オリジンに入ったら3ヶ月間は下積みをしないといけないというルールがあるんですが、はい、済ませる下っていう、もういやいやいや、もうそれはさすがに、うん、いや僕らが嫌、うん、ですよ、ね、いや代表はね、あのもうちゃんと木瀬さんには話してると、こういう5人いればというね、3ヶ月 あの新人期間として毎週ネタ見せやって、裏方としての仕事してオーディションでデビューやっていう話をしてるから、あの江森そのそういう風にやってくれって言われるんやけど、うん、いや、 やる方の身にもなれと。なんで俺木瀬さんのオーディションで声10点とかつけなあかんねん。ですよね。いややわ。でまた、はい、ベンビーさんのおじさんキャラが、ね、封じられたとともに、うん、純選手がフリー素材のように使っていた寿司カムンナのボケも封じられましたよね。あそうやな、純選手が自由に使ってましたけどね。あれはもうオリジン内では純選手のものみたいになみたいになってたけど、実効支配的なとこあったからな。そうですよね、本物の所有者が来たから、うもうなかなか使えない。いや使えるか別に。いやでもまあそうですよね、気は使うんじゃないですか。一言断りは入れるやろな。だからね、だからオリジンライブはもうパリピ寿司カムンナ小ぶどうみたいなラインナップ来るかもしれないですよね。すごいよ、どうやって見るんですか。バラエティ豊富よ、あのもうアホみたいですよね、うん、漫才するの普通に。いやいやいやってなりますよお客さん。まあなるわな。いやいや小ぶどう見せられて色もんばっかりのさ、パリピ見せられてさ、寿司カムンナ言われた後に、うん、はいどうもって言われても物足りん物足りんってなりますよね。かもしれへん、でもそこでバシッとやっぱやっていかんといけない。逆にめちゃめちゃウケるのかもしれんし、かもしれん新時代なんか。でも、
なんかねまた首里石峰が、うん、バイト先のネパール人がまたオリジン入りたいみたいな、あそうなのよなんて言ってたんですよ。でやばいな、それがまた来た時にはすごいですよね、オリジンってもうだって棒術パリピレジェンド、うん、ネパールやからな。そうですよね、それはすごいよ。集客するか、そうですよね、集客でも、うん、ネパール人の友達がいっぱいオリジンライブ来たとてですよね。ちょっと駐輪場とか用意せなあかんかもしれんな。ルールがもう分かんないですよね。だからやっぱだからそのネパール人あるあるみたいな、なんかあの自転車でやや車道寄りに走るよねみたいな、ネパールネパールみたいな。いやいやいや、みんなやりだすのか。でだから注意事項とかもね、館内で飲食禁止みたいなのあるけど、お香とか炊き出す人、例えばルールでは、いや飲食は禁止ですけどこれは禁止されてませんよねみたいなのを確かに一個一個足して文字だらけのチラシになってるかもしれないですよね。ひょっとしたらな、ひょっとしたら飲食禁止って言うじゃないですか会場内で。でも あそこら辺の方って素手でカレー食ったりするじゃないですか、はいはい、洗いが甘くてカレーの匂いするぞみたいな、うん、しっかりと手を洗ってください、手を洗った上でのご入場お願いしますみたいな、うん、またパリピの友達呼んだ方とかだったらネタ中ふーとかあるやろうな、ブラックライトのなんかさ、はいはい、わかんないけど持ち込まれた時には、はいはい、ふーは言わないでくださいとネタ中振りですのでとか、ブラックライトはもう、ね、気が散るんでみたいなのも書かないといけないんですよ。そうやな、こっちが突っ込んだ後エビバーディー等の書き声を控えてくださいと。でもマジでワッツアップ言うからネタで、フォン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 って音を使ってたら俺もう衝撃やったもん。そうワッツアップ言うかって言うんですよね今芸名が芸名でもまた変えるみたいでちょっとかぶりがあるみたいで、ワッツアップ言うかがですを言うて次の週ネタ見せやるときに深刻そうな顔して、すいませんちょっと私ちょっとワッツアップ言うかできません、他のダンサーでワッツアップ何々っていう人がいたんです、知らんからどことかぶってんねんっていう。あなあ、旧しかしの俺さんオリジンそろそろ歯止めかけないと意味わからなくなるよ、うん、まあでもねこれ歯止めなのか、うん、ということですよ ね。まあ別になんだろう、この運営資金というかさ、はいはいはい、人抱える分には別にお金かからないんで、ね、コストゼロやからね、コストゼロですから、うん、まあ来るもの拒まずじゃないですか、いっぱいいた方がいい、マジシャンいましたよね、フレーム荒垣さんネタ僕面白かったな、お客さん時代伝説ですよねあの人もね、そうなんですよ伝説の、うん、あこんなん言うたら戻ってきはるで。いやでもマジシャンがまた見たいんじゃないですか、うん、絶対営業多いですよ確かになあ。でもさ5年前ぐらいのオリジンなんかも全部まあみんなコント漫才コント漫才で、はいはい、普通の終わるで天下取るわいみたいなさ、そういうタイプやったやんか、はい、ほんで例えばオリジンに新人が入ってきました、はい、さて何をしてる人っていう大喜利があったとして、うん、棒術世界大会出場者とかやったら成立するもんな、うん、いやそうですよね、キセさんって思って大喜利としての答えとしても面白い、めっちゃおもろいやんか、答えですもんね実際に、うん、それが現実に起きてるからいなりよ。これこそ第一党はパリピですよね、第一党パリピ、うん、まず最初の答えパリピですよね、うん、パリピ、まあ、ボケの、うん、スタンダードですよね、まあ、あるわなっていうの、まあ、でもあったしなパリピも、うん、ああでもこうなったらデコリンさんっていう、うん、あの八百屋もいるじゃないですか、八百屋はええやろ別にそう副業やねんから、あの人でもあの人でもでおかしいもん、そうなの、あの人また変わってるわ、あの人も変やで、変ですよもうさ、なんなんやろな、ピカソみたいなネタしよるよなほんまに、本当に、うん、あの生きてるうちは多分評価されないと思います、うん、あゴッホタイプやなじゃあ死んでからすごかったんじゃないかと、本当にね言われるタイプですね。いや恐ろしいことになってきましたね。あでもさ、その木瀬さんが、はい、まあなんでまた、うん、こうまあ、現役って言うと失礼ですけど、はいはい、メンバーの中にバーンって入ってまたゼロからお笑いやりたいと思ったかというと、はいはい、あのお笑いの大会いろいろあるじゃないですか、 O1 とか、はいはい、バイアスロンとか、うん、あそこで、うん、リップサービスのネタ見て、はい、悔しいぐらい笑ってしまって、おそれで俺ももう一花咲かせたいって刺激受けて入ったんですって言ってたよ。そうなんだ、おタイプ的には、はい、なんか全然真逆のイメージがあったんですが、うん、
ノーブレーキ見て笑ったみたいなタイプじゃないですか、はい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 、キセさんってなんかそうなんかな、なんか僕のイメージですけど、破天荒というかさ、ちょっとやんちゃな感じもするし、うんうん、僕らはやんちゃな方にはあんまり好かれないでしょ、まあね、ネタ的には。でもやっぱあの人もなんていうか、僕らって一応きっちりやるタイプじゃないですか、はいはいはい、きっちりやって笑かされたっていう悔しさもあったんで、あ、嬉しいねそれは。まあ嬉しいことですよ、はい、どうなるんでしょうかと、はい。あ、でもウッチーさんがね、うん、芸人さんみんな変人と、あ、まあ僕らが変人変人言ってるけど、うん、そんな君たちもと基本的にはまあ変人やわな、ね、沖縄でお笑いやりたいなんて、はいはい、うん、まあそんな感じでございます。ここで話長いなという俺さんの、あ、いいぐらいです。ちょうど切り上げようとしてたぐらい。でも話長いなっていういじりね、うん、僕はまあこの金オリジナーは独自の、はいはい、まあ、いじりというか、うんうん、まあ、愛情じゃないですか、はいはいはい、嬉しいなと思ってたんですけど、うん、オリちゃんでもやってましたね、金曜。だからオリジナルというか、まあ、オンリーワンではなく、はい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 、割と、あ、分かる。俺この俺に非常に似た感覚のやつ言う、一個出す、はいはい、あのコンパとかなんか飲み会とかあって、はいはい、そこで女の子と LINE 交換して、はい、翌朝 LINE 来ましたと、はい、お疲れ様でした、はいはい、昨日ありがとうございます、はいはい、みたいな。でその飲み会参加してた男友達に、はい、俺あの子からこんなん来たぜって言ったら、はい、全く同じ内容のそいつに送ってたのと同じ気持ちじゃない、コピペ、うん、近ない、あ、近い近いいやそうなんや、はい、そう。でも果たして愛情あるのか問題もちょっとあるんですけど、はい、僕の、あ、そも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 俺らに対するそもそもあるよ。だってこんなね、ツイキャスずっと貼ってますからね。そうか。僕のずっと張り込みしてますから。ツイッターで昨日つぶやいたんですよ。はいはい、で、俺さんがコメントしてくれたんですよ。なんてコメントしてくれたと思いますか。まずなんてつぶやいたんですか。僕はあの、僕が寝るときに雨の音聞こえるの好きですと。はいはい、でも今ダムの貯水率が危ないから、はいはい、よりそのなんか興奮しますみたいな。嬉しい気持ちで眠れますね。まあ、別に具にもつかんツイートですよ。ほんで確かにとかコメントいっぱいあったんですよ、はい、あの台風の時はどうこうですねみたいな。で俺さんのやつだけ、はい、あ、そうだけど、いや、女やったらもう別に歌んでもええぐらいの、あ、そうと思ったよりは上ですよ。だから指が動いてるから、まあそうか、愛情よ愛情、そうなんだ、ね、愛情として無理やり愛情という方にギューギュー押し込んでる感じするけど、そうそうそう、愛情ですか。そうかそうか、じゃあいいんですけど、コピペの話でね、はい、ちょっと思い出したんですけど、はい、まあ、トモキが、はいはい、カラオケソスカ、ソスカ、すいません、あ、そうじゃないね、ソスカの方がまたいいですよね、うん、そうかな、トモキがカラオケで歌ってる動画が相葉さんのツイッターに上がってて、はいはい、シュリー・シミネがね、星雲の歌の CM ソング、はいはいはい、お線香でしたっけ、ね、あの短い歌を歌うっていうカラオケのボケがあるんですよ、はいはいはい、でこれをトモキが、今、ね、社員旅行で昨日までかな、ちょっと東北にガナハベースのメンバーで行ってたみたいな、そこのバーで、うん、宮城のバーで同じボケをしてたと、はい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 、恥ずかしくないんかと。これは酸っぱい話ですよね。酸っぱい話でしょ、でまだいいと思うんですよ僕は。トモキはあの、はい、アイムさんが見てる場でもやるという、まだまあね、はい、これにあのコメントをしてた方がいて、はいはい、下里さんもやってましたよ。うわー酸っぱすぎる。下里さんがヘルプしてるバーでこれ胃が荒れる酸っぱさやわこれで下里さんが一番、恥ずかしいとこれは酸っぱいわ。なんかすきっぱらに CC レモン入れた感じだわ。言い荒れる言い荒れるっていう酸っぱさ。CC レモンはまた優しい。そうか、うん、これは酸っぱいな。これ酸っぱいね。でもさ、まあ、一応これ気持ちは分からんでもないのよね。芸人として、うんうん、はいはい、なんかカラオケなんか盛り上げれやみたいな同調圧力を受けた時に、はい、何も持ってないのね俺。カラオケボケみたいなの、はいはいはい、もうでも手出しちゃうかも俺。まあでも手出すのはいいんですよ、うん、バレるというダサさ確かに、うん、バレたらもう有罪やからな。そうなんですよね。そうか、まあ、トモキは確かに歩さんの前でやってるからっていうところあるな。そうそう、まあまあ、うん、なんか分かる分かるよねではないですけど、うんうんうん、まあ、歩さんすいませんちょっと仕方ないですけどやりますよみたいな、はいはい、感じもあるけどカメラ撮られてるのも多分見てると思うんですよトモキは。そうね、 あとガナハベースのお客さんで、はい、イスズのトラックの歌を歌わはる人もいんねん。 あれもいいよ。あれもじゃあ、うん、
やってるかもしれないですね。やってるかもしれんな。トモキは沖縄発経由で下田にまで行ってるかもしれないですね。ひょっとしたらな。あ、カラオケボケもね、いろいろ難しいからね。あったら便利よ。持ってたら便利です。利確かに ね。はい。さあ、それでは。はいはい。あ、九州しかしのおじさん、でもリップのネタは面白いんだよなと。もうやっぱ愛情に溢れた方ですよね。ここはラジオなんだがね、ラジオの方はどうなんだっていうのも聞きたいところではありますが、ネタは面白いというのはありがたいけども、はい、ラジオどうなんだと、うん、はい、じゃあメールアドレスいきます。はいはい、origin at mark fmnaha.jp origin at mark fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。はい、どうもリップサービスです。江森さん、今日も顔が大きいですね。いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。お、今日も滑り知らず。当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z は間違いなし。え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。良い品をいつも安くビッグワン FM 中はい、じゃあメールいただいております。はい、青いおんぶひもさんより。ありがとうございます。ツイッターで美容系のことをツイートする人がいるんですが、顔はスタンプで隠しているのにこの人絶対美人って思わせるんです。髪型なのか服のセンスだかよく分かりませんが、うん、人って顔以外でも美しさは表現できるんだと思ってしまいます。マネキンも顔のっぺらぼうなのにかっこいいのは体型とバランスなんでしょうね。うん、あと辻ちゃん第4子ご解任だそうですね。はいはいはい、おめでとうございます。うん、琉球の辻ちゃん、今日もクズ名言生み出すのかな、ではということでいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやでもそうですね、顔隠れてても美人な方はなんとなく分かりますし、自分の好みの顔に想像してるところあるかもしれないですね。マスクとかもそうじゃないですか。マスクしてたら自分の理想を想像して、あ、美人だなみたいな、見えない部分を脳内で保管していくみたいな作業はやりますよね。やりますね。でも俺マジでこれ不思議なんですけど、鼻だけ隠してあの自撮りパシャって撮ってアップしたりするじゃないですか。はい、で、あの自分の顔に自信がある人は、はい、別にバンバン顔出して SNS 上げてるじゃないですか。そうね、自信があれば出せばいいし、うん、ないんであれば出さなければいいじゃないですか。はい、鼻隠してでも見せたい目なのって思うね俺。女心よ、これが女心なのよ。どういう心、鼻隠した心。まあ、なんか謙遜もあるんじゃないということ。私うん、な綺麗な鼻を見せては、まあなんだろう、ファッション、ファッションというかさ、うん、うん、建前的に、まあ、隠しとく。あ、そうでもまあでも、まあ、効果としてはあるよね。可愛く見えるんじゃないですか、鼻隠し。うん、まあそうなのかな、全部見せればいいのになっていつも思って、毎回いまだにインスタで見るたびを言うわ、口に出してまうわ俺。鼻見せればいいのにな。鼻見せればいい。あ、これ可愛いな。あ、これ美味しそうな。鼻見せればいいのにな。鼻見たいんだ。あ、これいいな。続きは鼻見せればいいのにな。鼻見せればいいのにな。あれ、いかんじゃないですか。じゃあ、 あの1枚目は鼻隠して、うん、2枚目は鼻だけ見せる、うん、パズル的な。どうしても見たければ、そう、あんたは加工しなさいと。とか、あ、そうね。鼻を見たい方はこちらをクリックみたいな。あ、いいかもね。アフィリエイト的にもいいかも。そしたら鼻だけが出てくるっていう。か、1枚目鼻だけ加工してるやつで、うん、2枚目、3枚目、4枚目、5枚目全部違う鼻を1個ずつ置いてくれて、お好みの鼻をどうぞ。鼻ビュッフェスタイルみたいな。いや、当てはめて。はい。早く。早くスライドさせたら見える、はいはい、鼻見えるみたいな。ザーってやった。なるほど、残像みたいな、ね、残像で。なんかあるの分かります。なんかこの人がの画像があって、うん、でプルル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 ってこのなんかいろんな靴が、はい、アディダスとかコンバースとか、うん、ナイキとかがランダムでバババババって変わっていってんのよ。はい、でボタンを押したらその時の靴に止まるみたいな、はい、その方が鼻バージョンがいいかもしれないな。とんでもないニンニクバナになる可能性もあるし。なるほどね。うん、産むね辻ちゃんは。
スジちゃん、これはでもさすがに炎上しないんじゃない？これしますか？炎上させたら、うん、もうそれちょっと一言琉球の辻ちゃんとしては、うん、あのフォローしたらなあかんな、同じ辻系列としては辻亀店としては、辻亀店としてチェーン店としてはやな。いやでも、うん、いや素晴らしいと思いますよ、うん、第4子。そうね、杉浦太陽さんって、はい、稼げてはんのかな。いやそんなもうそれはどない思う、じゃないですか。俺らより稼げてるかな。もちろんですよ、だって太陽ですよ。ちょっと太陽、ちょっと待ってくれ、それはお前ディスに入るわ。太陽、えそれは杉浦さん聞いて嬉しいないもん。なんでですか。太陽稼げてますかって聞いた時に、梅雨時期は仕事ないでしょうね。違う違う違う、お前太陽、あれ太陽呼ばれてもあの人と思ってる。じゃあもっと稼いでんとおかしいよ。いや杉浦太陽さんね、あんじゃないですか、やっぱなんか。そうなんかな、イクメンでもありますし、はいはいはい、イクメンイベントとか、あのイクメンのさ、はい、という言葉への、うん、世間の対応の、うん、一回はしごで登らせたのに急にはしご外すみたいなやり方あるじゃないですか。はいはいはい、なんかイクメンすごい素敵みたいな、イクジに参加する男性素敵っつって、俺イクメンだぜみたいな人増えたじゃないですか、うん、言うな、うん、でいきなり、はい、なんかイクメンって普通じゃん、そう当たり前じゃんみたいな、あんたの子供でしょみたいな、うん、まあまあそうよ、うん、確かにそうよ、でも言うね、うん、はしごはあったからね。そうそうそう、イクメンという登ってパッケージがあったから、例えばイクメンシンガーみたいな人いたら、はい、もうどないすんの、もうはしご登りきってもうて、ああパーンはしご下ろされて、ああ雨降ってきたみたいな感じでしょ。イクメン、そうですね、ああちやほやしてたからね一時期。まあ確かに正論ですけどね、 あんたの息子なんだから育てて当然でしょみたいな、はい、でもさ、でもさ、うん、今まで男性は育児参加しないみたいな昭和の考え方があって、はい、それを踏まえたらやっぱりええー、ことやんと。確かに確かにね、そのはしご外さんでもええやんって思うんだな。僕はでもこの子供が生まれた時はこのはしご外す人も出てきてたから、あもうよかったな、よう言わないですね、イクメンなんて。お前はイクメンとは言わない。そうやな、あまあもうちょっと古い言葉になりつつありますよね。確かにね、イクメン、はい、ありがとうございます、うん、じゃあこちら、リップサービスのお二人こんばんは。こんばんは。山梨県ラジオネームひかるです。ひかるさん、この番組初メールです。あら、山梨県からツイキャスで見てるよ。お、今日からリスナーデビューです。ゆたしくうにげーさびら、 ありがとうございます。今日が初めてなんで、これから徐々に覚えていきますね。ではまたメールします。ね、山梨から。方はあの某西町のラジオ沖縄さんで、はいはい、いや某いらんでしょ、某はもう全部言いましたけど、ああ某スタートで全部言う、全部言うっていうお笑いを披露しましたが、はい、ね、あからこちらを聞いていただいたんでしょう、おそらく。そうね、ね、嬉しいな。山梨、山梨といえば、はい、桃かいな、ぶどうか、さくらんぼ。さくらんぼ山形ちゃう、山形か。あでも山梨もか、山梨、山梨は絶対梨作んの頑張らなあかんよな。あるんじゃないですか。でも山梨はやっぱ梨が有名なんかな、うん、梨作からな山梨。でも沖縄は別に名はないしな。いや大綱引きあるからそうか、そうよ、各地でやってるんやから。あうん、なんでしょうね、はい、まあぜひともこちらもね、はい、お付き合いいただければと思いますけれどもね。はい、ではこちら、リップサービスエモリさん、あリップサービス深夜さん、エモリさん、大城くまさん、うん、こんばんは、お疲れ様です、はい、お笑いカレー大好きわらばです。わー YouTube わらしがみ、モーリーさんのお誕生日会、そばしょうくんの団体盛り、面白くて大爆笑しました。また YouTube わらしがみ見ます、うん、ではリップサービス深夜さん、エモリさん、大城くまさん、放送頑張ってください、はい、ことでいただきました。ありがとうございます。はい、まあ、あの最近上げた動画でね、はい、あのそばしょうの体が薄いから皿っぽいということで、はいはい、そばしょうの体に刺身を持って、で毛利さんの誕生日祝うってやつをやって、はい、もうこれ絶対炎上するなと思ったんですけど、はい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 、まあ思いのほか、うん、皆さん楽しんでいただけたようでという。炎上狙い、狙いじゃない、狙いではない、うわするかもなみたいな、でも俺おもろいねんなみたいな、炎上覚悟って感じか。そ来たとしてももう盾は構えてるぞ。炎上がまたでもいいもんね、炎上がまたきっかけになったりするからね、うん、でも僕ら最初のね、うん、あのプリウスを
閉じるという動画をやりまして、はい、コメントは結構批判的なものいっぱいあって、はいはいはい、別に知名度は上がらなかったからただ燃えるだけってこともあるの炎上ですね。そうそうそう、うん、ただあの燃えかすが残るだけみたいなこともあるからあ難しいんだ、うん、だからねもうあ燃えるかもって思って防空壕に心の防空壕に入ってた状態だったのただ、はいはい、思った以上に何もないなっていうことで出てきたんですけど、そうなったらやっぱさっきの辻ちゃんはすごいよね、野菜買っただけで燃えるから、あすごい、うん、後で来たりもするよ、後で今は事情を知ってる人が楽しんでくれてるでしょ、はいはい、事情を知らない文句言いたいだけの人が気づいたら、ああそっか、ここさかのぼってありますね、そのでちょっと怖い話も聞いて、はいはい、最近あの5月6月ぐらいに YouTube の規制がめっちゃ厳しくなったんですよ、はい、一気にで、はいはい、有名 YouTuber さんがもう一回アカウント凍結なって、はい、でそのままそのアカウントをもう半永久的に停止になったんですよ、要はもうバンみたいな。なんでですか。まあなんかちょっと過激な動画があったんやろうな。ああそうかそうか。もうさ俺これもう恐ろしくて無名でよかったな無名でよかったよよかった。でもちょっと待って俺どういう気持ちになってんやろな今俺の心何色か分からへんわなんそうなんですか。規制これ YouTube 側からですか。うん、そうそうそう。あいやでもよっぽどじゃないと大丈夫なんですか。よっぽどじゃない限りは。もう一個ヘキトルハウスっていう結構有名な過激な動画出すところがあって、はい、そこもアカウント一回停止になったけど、はい、あの上半身裸のやつの、はい、上半身だけ裸のやつの、はい、上半身にモザイクを入れたりとか。もうどうしようもないのは消したりとかしたら復活することができたらしい。なるほどね。ってなったら、はい、この団体盛り全然アウトやね。そうですよね、うん、はあ、肌の露出なんですかね。 AI が見てるんですかね。裸の色肌色多いなと、はいはい、ありえます。なくはない話ですよそれは。んだからちょっと俺もうほんまこうバンされたら、はい、もうお笑いやめるから絶対にもう。いや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 、もう続けられへん。逆じゃない。お笑いやっぱ集中できるんじゃないですか。集中してるよ集中。ああいやでもね。俺うつつを抜かしてるわけじゃないよ。うつつを抜かしてるから今。じゃうつつイコール YouTube っていう方程式を一回成立させないで。じゃあまたテレビにやっぱ逆行していくんですかね。なあ。こうなってきたら、うん、テレビのいや要はテレビでできないことみたいな。うんのもあるじゃないですか YouTube。 そうですね、 YouTuber の皆さんって、はい、となるともうあとテレビマンなのか。今でもあれよショールームっていうのがありますからね。ショールーム生配信時代がまだニコ生みたいな感じで来る可能性もあるという。はいはいはい。あの今 AKB で秋元康さんが注目しているあの方がいるらしくて、はい、この方はショールームアイドルなんですよ。ショールームわかります皆さん。あそうか、そこから説明した方がいいな。ショールーム、ショールームってアプリがあって、はい、まあ、要は投げ銭ライブをこのネット上でやりましょうっていう、うん、まあ、アイドルが勝手に配信して家とかでね、はあ、でファンとお話しして、まあ、お金、まあ、このウェブ上でのアプリ上での通貨をどんどん投げ入れていくみたいな、うんうんうん、感じでね、うん、実際にでもお金になるんですよね。そうそうそう、お金もらえるしみたいな、はいはい、のでこの方がもうとにかくアイドルやのに、うん、毒舌らしくて、はい、もうボロクソ言うらしいんですよ、うん、アンチとかにもめちゃくちゃ言うみたいな、はいはい、ほんでなんかあのインタビューはいろいろこの人面白いからインタビューされて、はいはい、なんでこんなことやるんですかみたいな、うん、そしたらなんかあの、まあ、今乃木坂欅坂が天下取ってて、はい、うん、あの超綺麗なお嬢様が歌って踊ってやってる時に、うん、私たちが歌って踊ってなんてやったって通用しないでしょみたいな、うん、だから何も有名にならないよりは無名よりはもう悪名の方がいいよっつって、はあ、じゃあなんで他の人たちは歌って踊ってだけやってると思いますって聞かれたら、はあ、バカなんじゃないってあバッサーって言ったっていう。なるほど、面白い方がいるみたいですよ、はあ、こういうショールームスターが現れる可能性もある。江森さんいけるんじゃないですか。えボーブラって言うから。俺はそれはもう狙ってやってないのよ出ちゃうのよ俺は。いやもうだから出したことにしてさ、ほんでもう、うん、炎上したら俺普通にへこむのよ
メンタルが柔らかい、メンタルとデリカシーのバランスが悪いんだ。そう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 、デリカシーない人はメンタル強くないといけないね。そうやね、デリカシーないのに、うん、叩かれたらシュンってなっちゃう。そうやね、あのもうデリカシー型改革が必要やね。ライフワークバランス的な。ああもうそっか、またはどうなっていくんでしょうね。そうですよね、早めになんかいろいろ手つけたらいいですけどね。なんかじゃあオリジンライブもこのショールームで配信とかできたらいいですけどね。ね、投げ銭的な、まあ、県外に ね、うん、あのオリジンライブ今月行けないみたいな、うん、楽しみだったのにみたいな方もいらっしゃるでしょうから。はいはいはい、そうですよ、うん、本当に、うん、だってもうどっかの大企業の社長が一人ファンついてくれたら、はい、一気に100万投げ銭ポーンもあるかもしれない。いやそんなんだって皆さんも大企業の方ですからね、今オリジンアワー聞いてる方も皆さん大企業社長だから、それはさっきの杉浦太陽と一緒で逆にディスってんねん、それは。いやいや上げすぎのディスっていうのもあるからね。いやいやそんなことないっすよ。いやいや違いますよ、だって お前だって、いやだってリップサービスさんはもう世界一の芸人ですからねって言われたら、はい、なあお前って、いやいや世界2位ですって。ああなるほどね、そうそういうかわし方もあるんですね、はい、ということもありましてという感じですけども、はい、あの今ね、あのパーソナルトレーニングを受けてましてね。はいはいはい、なんだこの空気感は今。なんかドロッとした空気が流れよったぞ今。何ですかパーソナルトレーニング。そう、まあこれもあの YouTube の企画でやってるんですけど、はいはいはい、僕とシンが行ってるジムで、うん、そしたがあって、向こうのパ、トレーナーの方が、はい、あのよくツイッターとかで告知してくれたら、はい、あのただでパーソナルトレーニングの指導しますよ、うん、みたいな風に言ってくれて、はい、あじゃあもうこれ YouTube 企画しようぜっつって、はい、でも純選手も誘って、はい、ガーってみんなで頑張ってるんですけど、うん、いやもうこの人がねめちゃくちゃド S でトレーナー、うんうん、やっぱトレーナーってド S じゃないとできへんねやろうなと思って、まあな、うん、普段めっちゃ優しいんですよ、うん、はい、こうタンパク質は1日これぐらいですよみたいな、でも食べたくなったらね、はい、あのストレスでどか食いするよりはちょっと食べた方がいいんですけどねみたいな感じなんですけど、はいはい、始まったら、うん、はい自分であげる、妥協しない、上がる、腰曲がってる、はい意味ないみたいな、あめっちゃ怖いんですよ。いいね、うんうん、ほんでこの人もともとキングスのトレーナーをやってたらしくて、はいはいはい、昔キングスにいた選手が、はい、僕らトレーニングしてる時にいたりするんですよ、はい、そのトップアスリート向けの部屋みたいなのもあって、はいはい、隔離されたところ、うん、そこでやってるみたいな、でちょっと挨拶させてもらうみたいな、はい、ですごいねって話してたら、まあ、その方がまた来て、はい、今もうゲロゲロ吐いてましたよっつって、へもうさトップアスリートがオフシーズンゲロゲロ吐くぐらい追い込むんやと思って、うん、でその人が言ったのが、あの、まあ、人間2分あれば吐けますからねっていう、いや怖ーと思って、相当な S ですね、ド S ですよ。もうなんかたまにバスケの試合とか見てたら、はい、あの俺もな大学続けてたらひょっとしたら頑張ってたらここ入れたかもなとか思ったけど、いやもうやっぱ無理やったな、そうそもそもの心の強さが全然違うわ。まあでも俺もサッカー部入ってて、うん、自転車盗まれてやめたんですよ。自転車盗まれてなかったら俺今、うん、もう多分ロシアワールドカップ出てる。泥棒はいやそう日本の宝まで盗んだな、はい、そうやな、自転車だけでなく絶対もっと折れるポイントあったわ、うん、続けてたら続けてたらもっとしんどいことあるよ。いやいや多分ねイメージはできてる。お前逆にもう自転車盗まれてラッキーと思ったやろ。やめれると思ったやろ。ちょっとちょっとな、うん、ラッキーそれはもうダメですよ。そんなこと言う人いっぱいいますよ。はい、じゃあ一旦 CM 行きましょうかね。はい、はい、それでは一旦 CM でーす。ただいま。オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。 78.0FM 那覇Your radio station Okinawa
はい、じゃあ、はい、わかりました、また折り返します。はい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 、それでは失礼します。江森さん、放送、はい、放送中ですよ。リップサービスのうちもくも字で喋ってますのコーナー、片手間だな。で、まさに電話、電話ですか、代表からかかってきてるね。じゃあしゃあないな。一番この時間に放送してること知ってるであろう代表からかかってきたから、はいはい、なんか放送に関わることなんかなと思って。あ、なんかね、うん、あれまだ言っちゃダメだよ的な。そしたら木瀬さんのやつまだ言うなとかかなと思って。やめたかもしれんしな、木瀬さん。やめたアナウンスせえやったかもしれんし。はいはい、そしたら代表が普通に、あ、そうだったねっリスナーさんにありがとうございますとお伝えください。わ、ご挨拶がしたかったみたいです、うちの代表は。そうですよ皆さん、やっぱね、礼儀正しい社長でいろいろ勉強させていただいております。はい、はい、ではこちら、これも上げすぎのディスですよね。いや違う違う、上げすぎじゃないです、適度な上げ方でした。はい、ありとあらゆる、単語を9文字でバシッと説明するというコーナーです。うん、本日のテーマ、雨乞い。雨乞い、雨乞い。お、でも今日、うん、ざっと降りましたもんね。昨日今日降って、また台風来るから。そうなんですよ。まあもう、はい、大丈夫ちゃうかなという。糸満ハーリンが来たらもう梅雨明けると、うん、はいはいはい、でも糸満ハーリン延期になりましてね。あ、なるほど。明日、あ、明後日だったんですけど、はい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 、来週に延期と。なるほど、じゃあ、はい、まあそれまで梅雨は。今回は FM タマンさんからは機材の貸し出しの連絡来ました？来て、来ました？来ない、来ない。ああ、じゃあ自前で手配したんですかね。かもしれませんね。なるほど。FM タマンから FM 那覇に連絡が来たら梅雨が明けると、ハーリーの中継をするから。お前さ、はい、なんでそんなこと覚えてられるの。だからこれが僕はハーリーの鐘が鳴る、ハーレーの鐘よりは FM タマンから連絡と思ってます。ちょっと記憶力キモ。いや、なんでコミュニティラジオ局の機材の貸し借りの状況を覚えてんの。すいません、ちょっと海馬が、海馬がやんちゃなんですよ。海馬がもう食いしん坊で、食いしん坊で、すいませんね。欲しがり屋さんなんや。欲しがり屋さんなんですよ。ではこちら、はい、雨女を捕獲。一人乗りのワーミス、雨女を捕獲、いいですね。でもこの企画ちょっといいんちゃう。あ、自称雨男雨女、はい、ダムに集合っつって、いいっすね。降るのかどうか。でも僕も雨男ですね、結構。あ、割と、はいはいはい、テニス部だったんですけど、うん、まあ屋内のドーム球場でよくやりましたね。しか でしかやってないと思います、高校時代は。僕はもう晴れ男ですよって、顔面、いや晴れてこの大きさになってるわけちゃうね、お前。あ、お前そのさあ脳内で一回さあ感情を変化させるのやめて。これは脳を疲弊させるんや俺の。一回何を顔腫れ、あ、パンパンに腫れてるの方ね、うん、っていう間の、素晴らしい、脳のしたらすごい早い。え、うん、早かったですか。そうなんです よ、 そうですよ、やっぱ芸歴がね11年やってますから、ね、分からん時は感情を変換するってい う変なのが出てできとるんじゃ、こっちはほんまに。でこちら、それっぽく踊ろう、一人がいるのも、ああ、雨乞いのダンスとか言われたら、はいはい、うん、でも雨乞いの踊りって言われても、まあもはや現存してるのかっていう。ああ、の一回伊江島の営業行った時に、はい、その時も雨全然降らへんから、はい、あの雨乞いっていう、あのスーパーの大安売りみたいな感じで、雨乞いっていう上りがバーって立ってたけど、伊江島な、雨乞いってそういうもんって上りとか立てるもん。なんかね、うん、上り業者だけ儲けてんかみたいなシステムありましたよね。俺業者も罪悪感感じてると思う、こんなので金稼いでいいんかなって。効果ないけどみたいな。逆で、オリジンライブで昔、あの森爺さんっていう方が、はいはいはい、台風そらしダンスみたいなのを踊ってたんですよ。ライブのエンディングで、はいはいはい、台風が来るみたいな、うん、台風をそらす踊りがあると。はい、それそれたんかね、それで、うん、じゃあ続いて、はい、濡らしてほしいのよ。あら、一人がいるのマーミーさんからいただきました。マーミーさん、マーミーさん。久しぶりです。濡らしたいもんですね。そうですね、うん、晴れの日でも濡らしてやりたいもんです。変な間を開けるんじゃないよ。葛藤を見せんな、葛藤を。行間を読め、みんなで。バッといけ。行間を読むことで味わい深くなるラジオですから。続いて、八代亜紀頑張れ、うん、シージャーの日です。
雨雨ふれふれ言ってますからね。ホットフレート、はい、2個お願いしてるからな、あれな。私のいい人も連れてこいって言ってるからな。仕事量よって思うよ、俺が雨雲やったら。多分連れてこなあかんのっていうね。え、大変ですね、はい、続いて、あちゃあみたぼり、明日雨くださいという意味だそうです。上原さんよりいただきました。方言でお願いしてみると、あちゃあみたぼり。まあでもそうですよね、か全国各地それぞれにその、うん、雨神様みたいなのがいるとしたら、うん、それは方言の方が伝わるわ。まあそうですよね、うん、俺が関西弁で言ったとて、うん、ってなりますからね。はい、ちゃや誰が降らすものかと思われてしまうかもしれないですから。そんな感じなんだ。はい、はい、もう一個来ていた、いただいてますね。続いて、振るまでやれば勝ち。あーなるほどね、雨乞い。いやそっか、でもそうですよね。あ、振るまでやっちゃえばいいんだ。そっか、もう初めて1時間経ちますけど、まだまだまだ終わってへんから、はい、これでも今年の梅雨入りぐらいでこのチャレンジやり始めた人いたら、はい、もう地獄だったでしょうね。そうな、あー、いやいやいや大変ですよね。新都市系雨乞いのネタがコントがあるんですよね、はい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 、なんか屋外の営業の時にそれのネタやってて、うん、めちゃめちゃ晴れてたんですよ、はいはいはい、コントの中では雨乞いのなんか踊りをして、うん、ザーってなって、はいはいはい、降ってきたぞみたいな、はいはい、でも外ピーカンなんで、うん、まあ受けてなかったですよね。だってもう感情移入できへんもん。あっつって言いながらみんな見てるから、没入感がないわそれは。ね、えそんな困難でございますけども、あ、まあ、はい、来てます。岩手のカンボジアさん、雨降ってケロヨン。ケロヨン、はい、ケロヨン、あの帰る、あのなんかありますよね、お風呂屋さん行ったら、うん、このなんや桶に、桶に書かれてある、書かれてたりしますよね、はい、あれケロリ。うまいこと言うな大城さんは。いやいや、うまいこと言ってないですよ。今日は正論、正論です、正論でした。ケロっていうキャラクターがいるのよ。ああカエルですか。ケロヨンとケロリンの類似性については大丈夫なの。ケロリンはでもカエルじゃないもんね、確かに。ケロリン、うん、そうなの。ちょっと今僕調べますので。ケロッと治るみたいなことじゃないですか。ああ、そういうことなのか、うん、ケロリンね、はいはい、ほんまやカエルちゃうんやケロリン、うん、ケロッと治るからか。へえ、みんなうまいな。ビジネスマンはやりよるな。ビジネスマンがそうですよ。さすが、会議に会議を重ねてるからね。ねえ、はい、はい、以上ですか。以上、はい、あ、ケロヨン、何のキャラですかケロヨンって。何、お母さんと一緒に出てくるやつみたいな。お母さんと一緒、へえ、あ、そうなんですね。ジャジャマルピッコロポロリ的な。あ、俺初めて見たな、ケロヨン。世代的には目覚めよ K ジャージ世代ぐらいの世代ですか。かもしれんな、はい、70年代。なるほど、はい、はい、ということで今日は以上です、うん、何が良かったですか。いや今日はもう、うん、マーミーさんじゃないですか。ああそうね、はい、マーミーさんの、はい、え、濡らしてほしいのよ。これは俺が雨やったら降るもん。そうね、うん、雨の性欲をくすぐる雨乞いとなっております。いいですね。はい、はい、以上、うちもくも字で喋ってますのコーナーでした。この曲、はい、後半むちゃむちゃトランペット吹くんやな。いやこんなトランペット吹いてた。前半は何してるんですかねトランペットの方は。入り時間ちょっと遅いんかな。俺こういう勤務体系嫌やわ。集中して忙しいの。あ、週末に忙しい。ポポポポポポポ。前半憂鬱やろな。わあとであれ来るわみたいな。そうですよね。はい、じゃあ次回のお題どうしましょうか。どうしましょうかね。サッカーもあるしな。あ、まあでもな、うん、ワールドカップは、ワールドカップ皆さん好きですか。ワールドカップ、うん、どうですか。もうなんかいろんな、今年はどういう気持ちで応援したらいいのか分からへんよな。まあでも始まってしまえば、うん、僕はもう頑張れ日本とやっぱ言いますか。はいはい、
まあ、僕もともとあんまりねワールドカップに興味ない人 で、 あでもそういう方の方が多いと思いますよ、うんうんうん、ほんでまあでも周りはやっぱ熱狂してる分、はいはい、そのなんか流れに乗っていけへんちょっとモヤモヤ感みたいなのあるじゃないですか、はいはい、でもなんか今年はちょっと協会がごたごたして、はい、なんか応援しない大義名分ができたかなっていう意味では、はい、俺らみたいな人にとってはちょっといいかもしれないですね逆に。あ、うん、こんなんじゃ応援してやらないと。やらない。これはもう良くないよと。まあな。普段もから応援してるくせにですよ。うん、そうですか。ワールドカップ楽しいでしょ。サッカー好きからしたら相当に。楽しいね。もう別に日本代表の試合じゃなくても楽しいからね。うん、そうやな。でもね、もう全然見切れないと思います。夜遅いんでね。あ、もうちょっとおじさんなんで。まあ子供もできましたしね。そう、もうもう一人暮らしの時はもうね。朝まで見てみたいなことやってたけど、そっか、さすがに4年って人の生活を全然変えれる時やもんな。そうそうそう、ガラッと変わってるもんな。だって木瀬さんいなかったもん4年前ブラジル大会。そっか、木瀬さん待って、もう4年後誰入ってくるのか不安になってきたわもう4年ごとにすごいの入ってくるんちゃうの。そうですよ。そうか、うん、まあ、4年前ぐらいに入ったのは誰なんですかね。ジュン選手とかは、ああ、もうちょい後か、あ、もうちょい前か、もうちょい前かな。ああ、でも、ね、そういうの周期はあるかもしれない。日暮しネルオ的な周期があるかもしれない。こち亀のねオリンピックイヤーに目覚めるキャラがいますけど。うん、そうですか、はい、はい。本田圭佑ってすごいな。本田圭佑、あの人ってほんまなんかキテレツやな。いや本当に、うん、もうぶっ飛んでますよね。ねえ、うん、もう最近見たジャンクスポーツでさ、はいはい、なんか すごい発言をしてたのを知りまして、はい、まあなんかあなたなんかホームでやりやすいんじゃないですか、うん、みたいなこと聞かれたら、まあ僕いろいろな国転々としてますからね、 C っていうなら僕の地球はアースですねって言ってたの僕の地球はアース、あー、じゃあ僕のホームはあーもうダメだこういうのようある。アウェイがないと。そうそうそう、ビジターがないと。待って、全部ホームだと。ちょっと落ち込ましてちょっとそっとしていて。やっぱ本田圭佑にはなれないですよね、だからね。いやー、しんどいわこれ。俺が本田圭佑やったら叩かれてんのやろ。やっぱそうですよね。でも俺が本田やったらこれ言うてたらめっちゃダサかったな。ダサいわ。僕の地球はアース。ああ、そう、間違えました。あ、じゃあ僕のホームホームは、ああ、やばいっすね。プロフェッショナルとは何ですかみたいな質問に、うん、プロフェッショナルとは圭佑本田ですっていう、うん、どっかの国でお前圭佑本田やなって言われたらいいっすねって。まあ、でもいろいろやっぱ本田圭佑は出さない方がいいんじゃないかとか言われてるんですよ。やっぱスピードが遅いんでね、うんうん、でも同い年なんで僕は。はあ、そうですか。本田圭佑頑張る。結構癖あるよ。ダルビッシュも同い年だしさ。あ、同い年。亀田光輝も同い年だし、 あなたも別に全然癖ある方やしね。そう、海馬の癖がすごいですもんね。そう、やっぱ同世代はね、応援しちゃいますよね。まあ、そうね、うん、はい。この音楽が流れてきたということはエンディングでございますけれども、はいはい、そうですね、はい。告知関係、来週ライブです。あ、そうですね、オリジンお笑いライブ起承転結、こちらは6月の23日、慰霊の日でございますね、うん、慰霊の日。那覇市文化展物館4階の展物ホールにて、うん、会場6時半、開演7時、チケットが前売り当日ともに1500円となっておりますよ。はい、お笑いバイアスロンが近づいてきましたんで、はいはいはい、先月あたりからネタがピリッと締まってますね。そうですよ、皆さんちょっと調整入ってますよ、はい、面白いと思いますよ。また終わったらね、だらっと緩むんでね、もう今の見に来るなら今のうち。そうですね、そんなことは嘘です。今のは完全に嘘です。笑い欲しさに嘘つきました、ごめんなさい。そんな笑いも起きてないっていう。そうそうですね、はい、ニガの方のニガ笑いの方でしたけどもね。はい、あ、はい、笑いカレー大好きわらばさん、今月もオリジナルライブ行きますと。ありがとうございます、うん、お待ちしてますよ。はい、うん、あと、あの明日のね、小刻みプラスがね、はい、わらしがみとのコラボ企画になっております。わー、そうですか。そう、いろいろ僕もね、策略を巡らして、はい、あっちでオフエアやったものは、放送 NG だったものは、はい、わらしがみで未公開シーンとして流しますよみたいなとか。あ、その流れてる時リアルタイムで生配信やって、はい、副音声やりますよとか、いろいろもうやるんで、はい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 、よかったらね、これ楽しんでいただけたらなと。なるほど、思いますよ。はい、はい、大城さん告知あります。いや、
ありますなければなければわらし神が2000人を突破したということ、はいはい、ああありがとうございますチャンネル登録キャスありがとうございますこの間再生したら、はい、頭に広告動画が流れてもう一発の YouTube チャンネル見たいと思って一発ですよ感心して感動いたしました、下の中ぐらいになりましたね下の中世界のレベルまだまだありがとうございますね、はい、栄町ではマネキンというねあそうよ演劇の舞台うん今日はもうそろそろなのかな7時からね今日は8時からだったんじゃないかな8時から確か8時からだった8時開演明日がまた2回公演になってますんでね、はい、面白いみたいですよ永田健作さんとシンとね、はい、あと可愛い子ちゃんが頑張って稽古してましたからそうですよあとアキトと、はい、ぜひ見に来ていただきたいと思いますよろしくお願いします台風を皆さん気をつけくださいはいということでお時間やってまいりましたお相手したのはリップサービスの江森と深夜でしたさよなら